おそらくあなたの夢は霊的な何かが翻訳されたものだと思います。昨日見た夢で思い出したんです。わかりました。では調べてみましょう。ライト、クロス。誰かいなかった？いやいや、そういうのいいから、うん、俺たちかねよ、早く撮ろじゃあ行くよ、はい、はい、チーズ。あんな写真撮っちゃったから呪われちゃったんでしょうか。まあ、とりあえず調べてみましょう。何か来てるんですか？ええ。教室は私しかいなかったんだけど、机が勝手に倒れてそのまま逃げてきちゃったんだよね。どうしたらあの子を助けてあげられるんですか？人生そのものが夢なんです。いや、映画のようなものと言ってもいいかもしれません。